本当自己満足イコールもう本当にパーツモデルっていう、本当にまさに私の職業は本当に自己満足の仕事だなって思ってるんですけど、というのは例えばコマーシャルのシーンなんかで女優さんの代わりとかをやらせてもらったりするんですけど、もうそのオンエアが流れても、まあ、誰も私の手だとは気づかないので、うん、で、ああすごい綺麗に撮れたな、あのシーンこんな風に綺麗に撮れたんだって思うのもやっぱりもう本当私しかわからないので、自己満足の世界っていう、そうで、あと例えば私すごくこの爪の周りのケアをすごく念入りに自分のお家でしたりするんですけど、ここなんて誰も見えない、そうで見えないけれども、でもここの小さな世界をこだわってケアしていくことで私の仕事に生きてきたりするんですね。なのでもう本当にまさにもうここまで人は見てないと思うんですけど、ああ綺麗だなって思う、うん、まあもうそういう自己満足を感じながらパーツモデルをずっとやってますね。